マイケル・ラード・ン・ウィルソンは、アメリカ合衆国オクラホマ州タルサ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2001年の MLB ドラフトでシアトル・マリナーズに二巡目指名を受け入団した。2002年は、参加ルーキーリーグのアリゾナ・リーグ・マリナーズで41試合に出場し、打率238、本塁打4、打点19を記録した。2003年も、 参加ルーキーリーグのアリゾナリーグマリナーズで48試合に出場し、打率311、本類打三、打点25を記録した。2004年は、参加ショートシーズン A のエヴァレットアクアソックスで66試合に出場し、打率259、本類打九、打点51を記録した。2005年は、参加 A のウィスコンシンティンバー・ラトラーズで127試合に、 出場し、打率 266, 本類打19、打点84を記録した。2006年は、参加アドバンス A のインランドエンパイア、シ,ック,スティシクサーズで52試合に出場し、打率 315, 本類打9、打点38を記録した。その後、参加 AA のサンアントニオミッションズに昇格した。ここでは、67試合に出場し、打率245、 本類打12、打点43を記録した。2007年は怪我のため、リハビリも兼ねて開幕をアリゾナリーグマリナーズで迎えた。ここでは2試合に出場した。その後、3回 a 遠のウェスト10ダイヤモンドジャックスに昇格した。ここでは55試合に出場し、打率188、本類打10、打点28を記録した。2008年は、 参加 AA のウェスト10ダイヤモンドジャックスで119試合に出場し打率276本塁打27打点84を記録した2009年2月21日にケングリフィージュニアの加入に伴い FA となったしかし23日にマイナー契約で再契約を結んだ同年も開幕を参加 AA のウェスト10ダイヤモンドジャックスで迎えた ここでは26試合に出場し、打率247、本塁打5本塁打、打点12打点を記録した。その後、三加、トリプル A のタコマレーニアーズへ昇格した。ここでは40試合に出場し、打率164、本塁打5、打点18を記録した。2010年は三加 AA のウェスト10ダイヤモンドジャックスで開幕を迎えた。ここでは、 29試合に出場し、打率292、本類打8、打点22を記録した。その後、参加、トリプル a のタコマレーニアーズに昇格した。ここでは、88試合に出場し、打率273、本類打17、打点56を記録した。オフの11月23日に、マイナー契約を結び、スプリングトレーニングには、 招待選手として出場する。2011年にはマリナーズの参加に所属し10年が経ち、アメリカンフットボールに転向することも真剣に考えたものの27歳という年齢から断念した。また、3度の FA 機会で日本球界も視野に入れていた。5月9日にメジャーに昇格し、10日に悲願のメジャーデビューを果たした。2012年は、 参加トリプル a のタコマレーニアーズで開幕を迎えた。ここでは71試合に出場し、打率239、本類打十二、打点37を記録した。オフの10月16日に FA となった。2013年は開幕前にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだが、3月に FA となった。その後、アトランティックリーグのサマセットペトリオッツと契約を、 結んだ。ここでは23試合に出場し、打率325、本類打三、打点18を記録した。2013年5月にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。参加ル a 級のツーソンパドレスでプレーした。ここでは76試合に出場し、打率291、本類打7、打点42を記録した。 2013年11月6日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。2014年は参加トリブル A 級ルイビルバッツで開幕を迎えた。ここでは29試合に出場し打率205、本類打3、打点7を記録した。成績不振で5月16日に FA となった。ありがとうございます。